最近は学部学科を増やす女子大が多いですが、私はほとんどの女子大は解雇に成功していないと考えています。なぜかというと、今まである学部を分離しているばっかりだからですね。例えばこう、女子大解雇あるある。最近建築学部作るとこ多いですけど、あれってもともと家政学の中にあったものですね。工学部の建築とはちょっと違うわけです。また、すぐ、 英米文学から国際系とか国際文化学部を分離します。さらに、女子大で経営学部とかビジネス学部を作るところも多いんですけど、これもですね、もともと発想のもとは家政経済学ですね。で、みんな経営学部は作るんだけど、経済学部は作らないわけですね。東京女子大と日本女子大にわずかに分野がありますけど、学科にすらなってなかったり、 えー、ポンジョは家政経済学ですけど、なんでここ、学部にしないかわからない経済学の方が偉いみたいな、国立大的な価値観がありますから、経営学部だけでは大当たりしないんですね。あと、教育学部、まあ、目玉の女子大多いんですけど、これも家政学の養蜂ですね、元は。心理学部も同じような感じ。家政学部の食物学科を栄養学部とか管理栄養学部にするというように、 女子大って総合大学になったように見えるんですけど、実際には家政学部を細かく切ってるだけです。あとは、社会学の専門家が少ないから自信がないので、人間社会とか現代社会っていうのを作るんですね。さらに、まあ、情報系に見えるんですけど、実際にはかなり文系色の濃い社会情報学部を作ったりする。こういった中途半端さがですね、総合大学とか教学の大学に比べて、 まあ女子大があんまりよく見えない部分なんですよ。結局ですね、女子大っていうのはどこまで行っても文学部と家政学部であるっていうところから逃れることができないんですね。家政学部と文学部の中にある建築とか栄養とか国債を切り離してるだけ、それで総合大学の定裁を取ってるだけなんで、一見学部学科の数は多く見えるんですけど、例えば文経済法を持ってる 公学大学よりも文系総合大学としての学問の幅は狭いわけです。これはそのまま女性の職業の選択の狭さなんですね。まあ看護とかね、薬学作るとこも現れましたけど、女子大はどこまでも女子大なわけですよ。で、それでも化学学部を細かく学部にできるところはまだまだで、文学部だけのリベラルアーツ系は拡大路線が取れず、どこもピンチに陥っています。 最近の女子大は工学部作るじゃないかっていう話もあるんですけど、奈良所の工学部、えー、扱っている分野が生態工学、情報、建築、材料工学ということで、建築と材料工学はコテコテに家政学ですね。機械、電気、土木、そういったものがないわけですよ。お茶場はもっと文系色が濃くて、非常に家政学的な建築材料が中心の人間環境工学科と、 文化情報工学科、もこれ、名前自体がですね、ちょっとどうなのかと。これ、文学部ですよね、と、えー。情報工学とは言ってますけど、文学、芸術、歴史、地理でできてまして、これは工学部と言いながら、実態は家政学部であるということで、決して家政学部が悪いわけじゃないんですけど、これは、奈良城とお茶所の工学部っていうのは、正直言って、 共学の普通の国立工学部の方が良くないですかと。お茶場奈良所だったらですね。奈良所だったらどうでしょうね。京都工芸繊維とか。お茶場はじゃあ東京農工大工学部とかに勝てるのかなと。電気通信大とかですね。千葉大工学部とか。どうなんでしょうね。というあたりで、どこまでも女子大の規模の拡大とか快速っていうのは、家政学部の拡大や文学部であるというあたりが、やっぱり、 一見、総合大学になってたり、大学改革を進めてると。定員増やしたり、受験生増えたりしてる面はなきにしもあらずなんですけど、やっぱり実は、扱う学問領域が狭くって、女子に選ばれない傾向がある。というあたり、女子大が自覚してるのかどうかですね。で、じゃあ、共学と同じ学部作れば当たるのかっていうのは、京都女子大学の法学部が特に当たっていないので、今更、じゃあ、経済法を作ったって、 伝統的な共学の大学に勝てるわけじゃないというあたりが、まあ割と女子大八方塞がりに近いのかな。ということで、女子大の快走はなぜ成功しないかでした。